ランナーを置いています。バッターボックスには藤原。まあここは送りバントでいいかもしれませんよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。まあ、キャッチャー強肩ですからランナーも警戒していると思いますね。なるほど、そうですね。セーフ。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。低めストレート、ストライク。4球目は何で来るか。打ちました、いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターは2番に入っている藤原。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー山岡、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。さあまず1球目、アウトコース見送っています。ボールになります。ボール先行です。切れてますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。インサイド落ちました。ライトバックバックバックする。ライトが追いかけますが頭を越えました。ランナー出塁します。